ずり。今回は三国志14パワーアップキットしていくんだぜ。前回は曹操軍を滅ぼし、劉燕軍と開戦したところまで。正直かなり弱いんじゃないかと思っているんだぜ。57万ほどいるけど、外周一色感はあるよな。どうしても今まで戦ってきた敵と比べて質がな。そこあたりを全員処断したから回収できてないのはかわいそうではあるけど。男であるのが悪いから仕方ないんだぜ。そういうことではあるけどな。じゃあ、サクサクと劉燕を始末しちゃいますか。慶州戦線は激しく戦ってるけど、長安戦線は地味な戦いになってる。やはり陳走ルートは厳しすぎるんだぜ。補給線が遮断しやすいからな。長陽衛は用務が兵を輸送中。長子帝と馬運力の迎撃でなんとかなるかと思ったが。どうでもいい奴を捕まえた。まさかの撤退なんだぜ。来るならそのまま来いと。用務の輸送は多分無駄にならないと思うんだぜ。じゃなきゃ腹立つところじゃ済まぬ。多少各地で動きがあるが、取るに足らないレベルなので。私たちは常陽を攻めるんだぜ。できる限り前線を少なくしていく作戦で。このまま艦中を落とせば前線は艦中と永安だけになるからな。戦える武将が少なければ前線を小さくすればいいじゃない。加工士の輸送隊が到着すれば用務も出れる。早く支援しに来いよな。計略がうざいのはいつも通りか。防げないのが悲しいんだぜ。罠ばっかで、面倒な足止めをされているんだぜ。最悪遊園だけは殲滅しないとな。用務出陣。アシュラ陣だ。武力依存だから痛くないけどな。ここで霊夢が仕掛けていく。遊園以外には逃げられたから、お前は逃がさないという強い意志を感じるんだぜ。マリサも同罪なんですけど。ほら、私は君主だから。それで逃げられると思うなよ。いざ雌雄を決算。打ち合うか。最初から激しく打ち合っている。なんか成長だが、今から落とせないまま勝利。霊夢の一騎打ちだけは最後の最後まで振るわなそうだな。なんでなのか。全部戻ると4万近くになるか。劉燕軍のことだから迎撃はないだろ。何も考えずに綺麗。悩む必要すらないな。問題は義士の忠誠が下がること。もう諦めだろ。芝一族切りまくって大変なことにもなってるしな。そう一族もな。え、捕まえてしまったか。悪の元凶はここで処断だ。お前は地獄で何度でも土地要求をされる地獄を用意しておいてやるんだぜ。次は有望か。優勝よりかは硬いよな。建設物が多いから処理に手間取ってる。ほんと鬱陶しいくらいに建設物と罠があるんだぜ。回避不能なのがまた腹が立つし。かかって一つずつ潰していくしかない厳しさなんだぜ。文王が来てるな。玄関に強力と持てる主力はここにあるんだぜ。投入するべき場所が違うだろうと。間違えてるようで間違えてない感もなくはないんだけどな。このような。長安には竹竜と長子を送り込んだ。次のためにここで大きく殲滅しておきたいんだけど。今長安に取り付いてるのだけで5万近くなんだぜ。それを潰すだけでも艦中攻略の助けになりそうだな。武将を捕まえて処断できればさらにな。今のは武闘派じゃないから意味ないと思うけど。どんどん来いよ。今来てるのでまた5万くらいかな。全部で10万くらいになる計算だな。それでもまだ艦中にそれなりにいる子はさ。駅周に兵を溜め込んでいたからな。それを総動員してたら中原を狙えてたかもなのにな。長安の戦いが盛り上がってるけど、こっちは常陽攻め開始なんだぜ。監視の力にかかれば大都市程度瞬殺だ。兵の消耗を抑えたいからば運力と長子帝は見学で。早く落としてしまえ。容赦しないわ。第二形態、監視の頑張りで損害も減るのだよ。すごい勢いで耐久が減っているけどな。監視が統率88に90が見えてきたな。最終形態、この際だから100を目指してほしいな。もう上げる機会がなさそうな気がするんだぜ。サクサクいっとな。また一撃残しをした重要を攻撃開始。問題なく攻略。
改めて工場兵器のありがたみを感じるな。あるとなしじゃ運命の差だな。あ、すごい速さで軍師交代か。やっぱり優勝になる流れなんだな。不思議だが、遊園の後は優勝ということだな。父上にも見てもらえよな。挑戦がいる。すごい昔に取り逃がしていたな。代替わりで忠誠が下がってるからチャンスかも。そうか、代替わりで下がっているのもいるわけだな。恥はさらさぬ。一発はある。必ずやお役に立ってみせます。よしよし、今さらだが助かるんだぜ。あとは遠征しまくってる艦中を強襲するだけだな。すでに出陣したんだけど。おかしいな。艦中と傭兵艦に約4万ずついるんだが。ここだけでも3万程度は殲滅したはずなのに。その前でも軽く5万は殲滅したんだぜ。どんどん輸送されてるということだな。厄介なことに長安攻めを中断して戻ってきやがった。だが、再援を追いかけて4万ほどが出てきたんだぜ。殲滅すれば艦中の情勢は3万程度か。一瞬1万ほどの輸送隊が見えたんだけど。長春化も艦中に戻ろうとしているから。約2万ほど情勢が増える計算か。すなわち減らしたのに4万ほどになるということだな。できる限り存在少なくことを突破したいけど。まず一人。艦中の情勢が5万を超えてるじゃないか。どんどん増えてる。優勝軍は兵が無尽蔵にいるのか。傭兵艦にも5万いる恐怖。これは艦中攻めは失敗か。大損害を出しそうな予感が、玄関を捕まえても喜べない。最悪に出られるかもだからな。これで迎撃組を殲滅したけど。迎撃があるかどうかが攻略の鍵を握るな。やるしかないんだけど。当然迎撃してきたな。戦況がわからないくらいの現場は混乱してる。なんとかなっているのか。文王を倒せばなんとかなるかも。徴兵が8000だから、取り付けばなんとかなりそうな予感もするが。なんとか漢字の道を切り開かねば。戦場での舞も心得ています。いい感じに混乱した。これはなんとかなるか。赤い門の撃破。どうでもいいから早く時計。一行が変な動きしてるし。これで漢字の前は開いたと思ったらまた出てきやがる。これは調整が回復しているな。それでどんどん調整が増えてるのか。嫌がらせ以外の何者でもないんだぜ。あれ、文王も撃破した。いつの間にか消滅しているな。でも、また出てきた。傭兵艦からの援軍が。これは無理か。艦士が取り付けばワンチャン。レイムがやられた。どうだ。私もやられたんだぜ。業務も無理だな。続いてください。ダメだった。艦士もなんだぜ。ここで失敗かかな。まだだ、まだ終わらんよ。重要じゃなく長安に移動して出陣した。全員継承を追っているからあまり無理はできないが。ここで無理しなきゃいつ無理するんだってところだからな。文王捕まえた。また名称が一人切るんだな。今度は天水方面からも援軍が来てる。前回は間に合わなかったが今回は間に合いそうだな。さすがに回復できてないから今回は攻略できるわず。兵は少ないが監視もきちんと呼んであるしな。ここで優勝軍の名称をことごとく処断してやる。敗戦から4ヶ月。第2回艦中攻略戦開始なんだぜ。二度も負けるわけにはいかないからな。こちらとて、兵は無尽蔵ではないからな。特に北はこれでほぼ全兵力な状態。慶州方面はまだまだ潤沢だが。最悪攻撃の主軸を変えなきゃないかもな。第2形態、さっさと落として処断させろ。正直、ここから先は兵も重要だが、兵単がさらに重要になるからな。そう考えると、兵さえいれば艦中指導官の方が輸送は楽かも。発水艦に運べば指導に運べるからな。ただ、艦中に運ぶのが難しいからな。誰が返すかこの野郎。艦中に運ぶのも山道だからな。最終形態、敵襲征伐は地味に大変。輸送隊を強化できてればいいんだけどな。
中攻略だ。スピード攻略を目指していたのにな。計画通りには進まないから。そういうことだな。捕虜はいかがでい？結構いるじゃないか。全員男なので初段だな。それでそこそこ優秀なのがいったな。文王も控えてるからな。冠中攻略をいらないかもだけど、危険な香りがするので傭兵艦を攻略。考古の憂いはなくしたいし、傭兵艦ルートの方が輸送隊に優しいかなと思ってな。長安からなんかルートとどっちが近いか難しいレベルだけど。傭兵艦だろ。いろいろ準備してる時に優勝軍が攻めてきて、用務が仕掛けていった。負けはないな。サクッと始末して白水艦攻略の準備を整えねば。さあ、楽しませてちょうだい。かかってきやがれ。打ち合うのかよ。今から落ちなかったな。接着剤でくっついていたのかもな。その可能性は否定できない。どうしたの？負けないから問題ないけど。撃ち取ったり。負傷兵的には捕獲でもよかったんだが、1万以上いたから補充人員としては最高だったか。続いて白水艦を。優勝軍の援軍が来ているな。てか、艦中にあれだけ送ってまだこれだけの援軍を編成できるの？公衆の兵が減っているわけではないんだぜ。今さら永安が大都市に。最初の都市なのに時間がかかったんだぜ。ほぼいなかったから。白水艦にはもう取り付いたから、あとは落ちるのを待つだけだな。契約はまだまだうるさいと。金と労力はあるだろうからな。虎の娘の力、その身で味わえ。ここで追撃に成功すれば次が楽になるかな。4万程度はいそうだからな。遅れるな。容赦しない。問題なく白水艦攻略。順調といえば順調か。艦中攻略でつまずいたくらいかな。行くよ。そのまま奪還に来ると思って損傷砲を出したら、普通に引き上げていきやがったな。剣閣は5000、地図は1万6000か。再編成をして剣閣を目指したら、ここで迎撃か。それもめちゃくちゃ大規模なやつ。備えてなんとかするしかないな。公園に核力だから普通に戦えば問題ないと思う編成だけど。今陸攻も来てたか。指導からも兵を出したか。まだ来てるじゃないか。どんだけ繰り出してきてんだよ。なんとか持ちこたえられるか。監視は逃がしたから心置きなく戦えるが、ちょっと今の場所が悪い気がする。下がろうにも下がれないからなんとかするんだぜ。もう少し後ろで迎え撃つべきだったかもな。ここはまだ剣閣の領域だからな。白水艦の領域ならなんとかなったかもなんだぜ。虎の娘の力、その身で味わえ。孫昌公が頑張ってる。暗殺者砲も使ってシチズン軍の活躍なんだぜ。いい感じに援護射撃をもらいつつ、なかなかに激しい殴り合いをしてるんだぜ。業務はやられそうな予感が。何か決定打が欲しいが、これでなんとかなるか。士気が落ちる程度じゃな。負けはない。バッサバッサと打ち取っていければいいんだけどな。そんなに簡単にはいかないから。さあ、楽しませてちょうだい。いざ尋常に勝負です。最善の一撃。だらしないわね。怪我止まりか。立候を倒したら私が前に出るんだぜ。そうなれば少し楽になるかも。作業開始。引いただと。立候ですか。なんで引いたの。それを私に聞かれてもな。虎の娘の力、その身で味わえ。これはなんとかなるかもな。コースですか。このまま前に進んで殲滅していくんだぜ。妖怪も撃破。これで残り2人だな。交渉を撃破すれば一息つけるか。燃えたし。罠だらけか。また出てきたし。
あいつ一人ならなんとかなるかもだが。耐えきれない。結構痛いな。怪我もしたし。回復陣は覚醒だが、怪我は痛いな。交渉ですか。これでほぼ片付いたようなものだな。ゲームも狙うか。紹介なら問題ないと思うし。これで負けはないよな。武力差30以上での負けは今まで経験ないから。さあ、始めましょう。いいぞ、相手をしてやろう。完全の一撃。これで紹介を処理できればいいんだが。できなかったけど、もう戦術だし。捕まえた。なんかまた中性が下がりそうな予感がするんだぜ。まだ来るの？おいおい、勘弁してくれよ。強打はいいけど奉仕がやばいかも。霊夢が前に出て受け止めていく。燃えた。いろいろありすぎてよくわからないんだぜ。できれば損傷口を下げたかったけど。霊夢狙いでなんでそこに。完全に損傷口狙いだろ。損傷口が削られてる。てか、マリサも霊夢も危ないじゃん。なんだかんだで激戦だったんだぜ。これであとは強打だけ。すぐに壊滅すると思ったら予想以上に粘っていたな。業務水産。早く倒すんだぜ。損傷口がやられた。これはかなり痛いな。幻覚攻略は監視だの美になったんだぜ。臨床軍の兵が枯渇してればなんとかなるかもだけど。問題ないかな。負傷兵がどれだけいるかだな。あの後問題なく幻覚を。攻略した。ただ、残りの兵が少し心配なんだぜ。このまま指導を攻略しないとだもんな。うちの戦力では幻覚での防衛は不可能だからな。はいはい、初段ですよ。中性があまり下がりませんように。用務が入っても5万いかないのか。それだけ激しい戦いを繰り広げたということだな。ここで悠長にしてたら攻略できなくなるはず。せっかく占領した雲取り返されそうだしな。もうやるしかない。攻略できると信じてやるしかないな。配置に着いたから突撃する。監視が取り付けばあとはというところなんだぜ。徴兵が2万人。ほんとどこから連れてきてるんだという世界だな。ここで迎撃だと、これはまずいかもと思いながら。応援か。多少耐えられるはず。虎の娘の力、その身で味わえ。徴兵が減ったのもでかいんだぜ。とにかく叩きまくれ。南蛮武将は問題なし。これは間に合った。容赦しない。なんとか攻略した。迎撃がなかったら厳しかったかもな。正直迎撃に助けられた感はある。何でもかんでも迎撃すればいいわけではないんだぜ。もういらないかな。アシュラ人祭りになるしな。捕虜の中には長春か。まだ恨んでるか。もういつ処断したか覚えてないからな。まあ、ダメ元だな。中性100だからどうなるかわからないしな。というわけで、貫中と指導で激闘を繰り広げたところで今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。